半幕の本家の本物の貴族の半馬庸先生です。本物の貴族は私しか存在しません。で、人間の上の生物です。でですね、私がね、人間に教えないと何でも技術は進みませんし、発達もしません。人間たちを抑えなければ自然破壊してですね、どんどん地球どころか宇宙を壊していきます、人間の場合はね。で、人間の場合は話したり聞いたりすることができません。まだそういう生物で、上の生物に習って話してる。こととかですね、団体で、テレパシーで、教わって話すということだけですね。で、それでも自分たち人間たち団体で集まった頭では無能ですね。人間全員の頭でも知恵が足りません。だから宇宙全体のバクテリアとかね、同じような形態の生物を集めると頭が働きますけれども、人間の場合は単なる強肉食生物で盗みをして、生きるのが生きる生物ですね。100%そうですね。寄生もしますしね、人間はね、生きるために。寄生虫として生きることもありますし、何かの生物に寄生してね。で、私が今回言いたかったのは、ビールですね、高層ビールの建て方は私がまだ教えてないんですよ。教えてないんで、全部やばいもんですね、高層ビール。私が教えてない、人間に教えてないものは全て危ないものになります。それでただで教えるわけにいかないわけですね。だから私一人がね、裕福に、楽にね、長生きできると、健康でいられるということに対してね、予算を使わないで、私が予算を使わないでね、最小限でね、人間たちに金はあのお金かかんないようにしてね、生きるということが、長生きの、ね、私のエネルギーがなくなりますから大事なわけですね。で、何でも人間たちに教えなければ何もやりませんから、強制的にやらすわけですね。人間たちの世界中の軍事力よりか強い上の生物ですから、力かけてね、やらせないといけないわけですね。地球破壊、宇宙破壊までするわけです。今最近知ってますから。でね、それをね、正しくするためには人間を殺さないと、死刑にしないと絶対やめないんですね。だから死刑にするところで、人間が俺たちを殺したということで、お前は死刑だということでしょっちゅう来ますから。ただ人間の半分以上を死刑にしていかないとダメなんだけども、自分の防衛ですね、もう身近だけにするわけで、するしかないという。地球破壊、宇宙破壊は人間全員をね、対応するのはちょっと今そんなお金がないと、ね、エネルギーがないわけですね、自分に。でね、まずとにかくビルの問題ですね、高層ビルね。これは私はね、一級建築の免許も持ってませんし、これは人間の免許だから全く必要ないし、
役に立たないですね、上の生物にはね。人間には大事ですけども。で、人間の免許は私が取ったって外してくるからね、不正でね。だから全部ダメ、特許も全部人間たちの妨害で、人間たちが登記しないですからね。強制でね、殺してね、ちゃんとした事務をさせる、試験にしてね、そういう仕事が必要です。一つ例えば入れて、すぐね、で入れて、特許を入れてもすぐ1週間で外されたりしますからね。で、人間、それをちゃんと正すためには人間を試験にしていかないと、毎日毎日何十人も何百人も殺さないと登記できないわけですよ、ね。自分の土地とか家もそうですね。人間たちが登記外してきますから、人の所有物ね、土地ね。これ私が毎日100人以上試験にしてるから守れてるんですね、その妨害者をね。そういうことでね、今回はね、高層ビルは私が教えてないんで、上の生物が教えてないんで、めちゃめちゃです、危険ですね。地震に対応できてません。ハイテクいろいろ使ってね、ジンバルじゃないけども、ね、静止させる真上にね、そういったコンピューター制御をつけててもね、これは無理ですわね。まだ教えてません、全く、ね。で、それはただで教えられないわけですね。これ教えるのに人間全員の給料以上こっちに払わないといけないわけですよ。何も払わないんだから、そんなの教えられないでしょ。で、人間は今日肉食生物だから、強制して試験に殺さなければ絶対